はい、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。早速ですけど、はい、皆さん、はい、芸能人、まあ有名人、はい、誰か似てるなんか言われたことはありますか？伊藤さんなんかあったっけ？芸能人とかじゃないですね。バッタとか。有名人でもないですね。でもかなり人、あの子供からは人気のバッタ、あとセミにも似てるって言われたことある。今の時代ね、僕らがそういうこと言うとね、ハラスメントになりますから、はい、そんなことない。伊藤さん美しい、はい、いやいや伊藤さん美しいです。はい、小田辺さんなんか誰か似てる？僕ですか？僕、いやほら渡辺さん今にやけてるけど、はい、渡辺さんはほらよくお客さんからもイケメンイケメン言ってね。そんなことはない、うん、いいねいいね。そんなことはない、うん、ないない、まあ、ただそういうのも含めて結構似てるとかって言われると、うん、イメージに引っ張られることって多いと思うんですよね。あ、そうだね。例えば代表だったら、うん、喧嘩が強いとか元不良っていう情報が入ってると、はい、そっちに引っ張られやすいと。そうそう、やっぱり喧嘩強そうな芸能人似てるとかって言われたり、うんうんうん、っていうのがあるんですよね、うん、でそこでですね、ほう、今回、はい、お客様から教えていただいた、ほう、スマホのアプリで、うん、AI が、ほう、顔の、まあ、輪郭やパーツ、はい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 、おそらくその辺を、うん、AI がこう判断して、ほう、有名人誰が似てるかと、ほうほうほう、しかもそっくり度パーセンテージも出ると。あら、なるほど。これを今日ちょっとやってみたいなと、はい、思います。大丈夫？じゃあまずちょっと、もうイケメンリー、うちのイケメンリーダー、はい、そう、カズくんから、はい、お願いします。はい、じゃあ渡辺さんいきますね。そう、これは何、どうやんの？あ、はい、これでアプリで、アプリを起動して、はい、で顔写真、目の位置、輪郭が出てきます。そこに合わせると、うん、QR コード読み取るように。なるほど、読んでくれます。顔を読み取ると、はい、は、今結果が出ました。あ、取ったの？はい、早い、はい、発表いたします。はい、はい、そっくり度 89.3%。 おお、結構高い、ね、結構似てるのか。有吉弘行さんです。こんな感じですね。こういう感じで出るわけだ。はい、なるほど、なるほど。あ、え、有吉さんっていうのは、はい、あの芸人の、お笑い芸人、おーに、おー、カズくんが似てる。はい、おー、あー、まあ、うん、そうだね。おー、なるほど。おー、ありがとうございます。これ例えば今僕やってみたいんだけど、はい、これメガネとかはかけてていいの？大丈夫じゃないですか。いいのかな。じゃあ一回やってみましょうか。やってみましょうか。じゃあ初めての続きまして、はい、はい、さあ、それではいきます。ちょっと待ってください。はい、出ました。早い、今早い、で、はい、集計しております。誰がいい？誰に似てたい？誰に似てるって言われたことありますか？いや、僕ね、ほら割とちょっとメガネとか、はい、サングラスとか、あとまあちょっとね、比較的ワイルドっぽいっていうので、それこそさっきナミが言った話じゃないけど、そのイメージだよね。はいはいはい、うん、あの昔なんだっけ、ドラマかなんか映画かなんかで、あのほらハママイク、ちょっとこうやんちゃな役とかね、はいはいはい、だからそっち系に行くのよ。ちょっと悪い、やっぱイメージ振られてる、イメージ、うん。さあ、それでは、はい、結果が出ました。はい、はい、タラダ、タラダ、そっくり度、うん、80.1%。 まあまあ 80% 超えましたからね。市川海老蔵さんです。おお、それやめよう。それダメだ、ダメだ、ダメだ。はい、え、じゃあちょっとちなみに、はい、まあ、今眼鏡、はい、かけてたから、はい、で、メガネは外して。はい。うん、じゃあ、ちょっと待って、メガネ外しつつ。はい。もう、あの、
あ、もう捉えました。え、ちょっと捉えました。早いね、すごい。代表メガネ取ると目つき悪くなるから大丈夫。あ、出ません。もう一度いきます。はいはい。あ、出ました出ました、すいません。出た、はい、なんだよ何そっくり度 83% に上がりました。さっきより上がったね。いつくらい水をダメだよ、ダメだね、ダメだね、全然これっぽっちも僕自身は思ってないよ。エビゾよー僕自身は全く、はい、はい、申し訳ないです。ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい、はい、謝ることない。じゃあこれ、はい、じゃあ、はい、ナミ、ナミさん、はい、うん、カメラを、はい、はい、あ、なるほどなるほど。結果を見る、広告が、広告が見えてるから結果を見る、はい。ちなみに言われたことがあるのは江原さんですスピリチュアル江原さんです、はい、出ました、はい、はい、そっくり度、はい、85.8%。 あ、なかなか。まず TOKIO 城島リーダー、似てますかね、城島リーダー。年齢が近いからさあ、まあね、こういったものはね、はい、まあ、あくまでもお遊びですよ。はい、はい、渡辺さんが有吉さんです。有吉さん、はい、ナミが城島リーダーです。で、僕がエビゾー2回やって2回ともエビゾー本当にごめんなさい、本当にごめんなさいおう、もうね、じゃあもういいです。それこそじゃあ当店真打ち、はい、はい、ドル箱女優、ドル箱女優登場、伊藤さん、はい、大丈夫かな私、はい、いきますよ。はい、もう、はい、早い、しました。女性男性って選べる、あるある、あるんです、男女別もありましたね、はい、はい、では、さあさあさあ、結果を発表いたします。はい、そっくり度、うん、83.8%、うん、女優の、はい、はるさん。いや、はるさん、はるさんはね、絶対似てない。だって目が、だって目がすごい大きいじゃん、はる、ショートカットの、ショートカットの朝ドラに出てた人だよ、はい、いや、だってすごい目がでかい人じゃない。恥ずかしくてザワザワしてますなんでそんな感じ、はい、ごめんなさい、僕はハルさん、なんか私、喜べないもう一回やりましょうもう一回、これ、壊れてるんですか。だから、表情とかでも変わるのかな。そう、みたいですよ。ちょっと今、目見開いちゃったから、若干やっぱり、こう輪郭と顔のパーツのバランス配置とかだと思うんですよ、ね、で、もう一回ちょっと、伊藤さんね、はい、うん、ちょっとちゃんとね、いきますよ、はい、ちょっとムフッとしちゃったんだけど、はい、はい、でもハルさん可愛いからね、いいけどいいけど違いすぎて、ちょっとあれですね、恥ずかしくなりますね。そうだね、うん、あ、結果が出ました。おー、はい、さあさあさあ、そっくり度、はい、81.4%、タレント、うん、剛力彩芽さん。それ、ただ髪短いだけじゃないですか。そうだね、まあ、ショートスタイルってだけかな、まあ、まだまだ AI もその辺までってことかな、はい、若干の忖度が。で、これは男女別、はい、あと何か、うん、カテゴリーで、うん、限定できるんですよね。女優さん、アイドル、アナウンサー、はい、YouTuber、タレント、ミュージシャン。あ、ちょっと俺ミュージシャンで俺やってみてよ。あ、了解です。ではでは、ミュージシャンでいきます。あ、来ました、はい、はい、誰ミュージシャン、お待ちください。誰だ、誰だろう。ミヒマチ
そっくり度、はい、87.2%。 高いね。ミュージシャン、はい、坂本龍一さん。もうそれメガネだけじゃない。メガネと、まあ、今帽子取ったらこうちょっと白があるからね。なんかその辺の雰囲気。いや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 、坂本さんか。いや、なんか申し訳ないな。すごいですね。王将さん、ね、申し訳ないな、なんかちょっとな。じゃあ伊藤さん、アイドルいきますか。やめよう、やめようよ、やめようよ、それはもう本当にね。え、まああのね、まあ面白いね、はい、こういうのね、はい、うん、で、まあもちろんね、似てる似てないもんが見ればわかりますから、そもそもでもやっぱり、うん、逆にイメージ大事ですよね、うん、イメージがやっぱり似せてきますよね。イメージ大事です、はい、あれ伊藤さん、あの本とかやったの。いやーねー、いやーだから正直あんまりなんていうの、本当にこう世間一般でいう2枚目とか、はい、あの辺出されちゃうとさ、ちょっとどうしてみようもない、リアクションの取りようがないよな。まあちょっとね、うん、俳優限定でやるともう恥ずかしいですよね。そう、そうでね、やっぱり今奈美さんが言ったね、はい、イメージ、はい、雰囲気、はい、ね、そういうことで言うと最近ね、ちょっとお勉強で読んでます、こちら、雰囲気からして美人といったね、こういった本があります。はい、はい、ね、やっぱり雰囲気がとても大事だというね、まあ、そんな本、これ今伊藤さんもねお勉強で今ちょっと読んだりしてるところですよね、はい、そうそう、だからまあ顔の実際の作りとかいろいろ問題ありますけどね、やっぱり大事なのはなんか雰囲気ですよ、うん、なんかこうその雰囲気、はい、それで言うと例えばほら、ナミが、じゃあナミが伊藤さんをして、はい、伊藤さんの雰囲気を語るなら、はいはい、伊藤さんこうなんかこう雰囲気なんかありますか。いやもうさっき言われたの昆虫にしか見えない。雰囲気が昆虫、はい、どういうこと。雰囲気が昆虫。いやいやいや、もうちょっと雰囲気が勝てない、勝てないぐらいインパクトが強かったんで。なるほど、申し訳ないですね。え、渡辺さんはどうですか。伊藤さんですか。違う違う、あ、僕、渡辺さんは何雰囲気何、 ほら雰囲気美人とか、はいはいはい、なんかそういう雰囲気ほにゃらら、はいはいはい、うん、いやもう自他ともに認めるイケメン、雰囲気イケメン、雰囲気イケメン雰囲気イケメンってイケメンではないじゃないですか。雰囲気イケメン、僕雰囲気不良でしょ。ナミさんは何だろう。何ですかね。雰囲気、ちょっとかぶりすぎた。雰囲気、雰囲気なんですかね。イメージっていうか。雰囲気、でも僕はナミさんは、はい、どちらかといったらやっぱりワイルド寄りで。はい、僕もそう思います。ね、はい、うん、だからきっと初めてナミさんを見た人はワイルドな人に見えるんじゃないかなっていう。そうですよね、ワイルドだけど、ね、どっちかというとちょっと優しそう な、ね、なんていうの、雰囲気というかそれこそ物腰は柔らかそうだけど、はい、結構ワイルドっぽいよねこの人みたいな人もいるし、こう僕みたいにも雰囲気からして何から何までこうやからっぽく見られる人もいるから、まあ、ワイルドはワイルドもね、なんかこう落ち着いたでもちょっとワイルドなタイプがいる、ね、タイプがいる。じゃあ伊藤さんは、ちゃんとしたこと言って、なんかイラッとする雰囲気ではある。イラッとする雰囲気ではあるんだよな。結論はやっぱそうに、なかなかなかね。ねえ、まあでも今日はね、奈美さんご紹介の、はい、まあなんていうの、そっくりさん判定アプリみたいなものをね、はい、やって遊びましたけど、はい、この AI 認識機能もね、はい、これから多分もっともっと精度が上がってね、そっくりさんともね、かなりもっとリアルに出るアプリがそのうち登場するんじゃないかと思いますけどね、はい、うん、まあ、今の時点では伊藤さんが剛力あやめだった。
というところでですね、はい、まあ、その程度のものとして皆さん楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。